こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、チキンをやっていきたいと思います。まあ、この曲はもうファンクセッションでも超定番の曲なんですけど、まあちょっと前にお話ししたジャコ・パストリアスさんの演奏がすごい有名です。それではですね、ソウルイントロっていうのが、これもついてるんですね。これはまあセッションではまずやらないです。ただビッグバンドの譜面がちょっとあるんで、これはやる人いるかなと思って一応譜面取っておきました。やってみると気持ちよかったですね。で、構成解説、この曲の構成を先解説します。で、ピーター・アスキン自体が、テーマの最初のテーマの部分を全部取ってみたんですけど、これにいろいろやってみたら結構難しくて、で、このチキチキをね、ダウンアップをずっとやってるんですけど、これもう無理だと思ってちょっとテンポを落としました。で、通常よくやるメロディーの、決め、メロディーに対しての決め。で、これ、アスキンはほとんど無視してるんですね。なので、よくやる決めの説明をして、決めの処理の仕方をちょっと解説して、で、その辺僕適当にやったやつをちょっと演奏聴いていただこうかなと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではソウルイントロの部分ですね。これ3拍子でワン、ツー、ドタン。これ弾んでるんですね。で、こう、8分部で書いてありますが、タン、タッカ、タン、もうジャズのタン、タッカ、タンの3拍子だと思って、その上にドン、ツッド、ドン、パン、チッキチン、ドン、ツッド、ドン、パン、チッキチンみたいな感じですね。で、ドン、ドン、こういう風に合わせてますね。で、ドン、ツン、ツッド、タン、ドンと、ここはドラムのピックアップになって、ドラムがここを埋めるんですけど、シンプルなパターンで埋めてますね。で、次は、ちょっと、キーが変わって、ドン、ツッ、ツッド、ターン、ドン、ドン、ドッド、ドン、ツッド、ターン、ツッド、ドン、みたいな。こんなドド、ドンとか普通やらないですけどね。で、ダッタ、ツッド、ターン、ツック、ダッド。で、こっからですね、イーブンになるんですけど、ここペダルなんですね。なので、ハイハット、オープンして、チャーン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 、ドッド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 、ここで急に、イーブンに変わります。で、タッド。で、ここは管楽器の決めをしてます。タッド。で、タッド、ドッドッドッドってそのまま踏んじゃってもいいかな。シンコペーション感出てるから、こう譜面取ったんですけど、ここちょっとそれ聞こえなかったですけど、踏まないとちょっと間が持たないかな。ちょっと手前に踏んでみました。で、タッド、ドッド、ダー。本当はここでかなり、リターンをします。で、ジャーン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 、ドルルルル、ダドン。ジャーン、ダドン。ジャーン。この辺はちょっとベースと、ベースだけ先取ってもらったんで、ちょっとニュルッとこうずれたりとかしてますけど、僕でこのままで叩いてみたので聞いてみましょう。はい、それでは構成解説いきますね。ベースのラインで始まるんですよ。で、4小節ベースがやって、ドラムがここでフィルインを入れて、ここにリズムパターンをやって、ここから管楽器が入ってくる。でもセッションの場合は、ここ何小節やってもこれバンプなんで、せーのでみんな合図して、メロディーが入ったとこが A になります。で、ここのダッチャラララのこの8分音符とこの8分の決め、これは結構よくやるんですね。ワン、ツー、スリー、チャっていう、ここの四分音符の頭の決めも、ここもよくやります。で、タララララ、タララララ、タララララ、タダッタ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 ダ。ここも絶対やりますね、ここ決め。ところが、アスキンやってないんですね。で、インタレード下に書きました。これ、イントロと同じなんですけど、ここの方がなんか一段上がった感じ。なので、イントロに戻ると、ここがなんかこう、一段下がる感じなんですけど、セッションでやるときは、ここ結構、一段上げることが多くて、で、また A に戻るみたいな形ですね。
で、まあいろいろやってみたらいいと思うんですけど、例えばこう A のところはドラム止まってみて B から入ってくるとか、でこの決めだけやるとか、とにかくね管楽器が入るともう何回も何回もコーラスやるんで、ここのもう16小節を死ぬほどやって、でまたメドリーに戻っていくってことね、まあ、ここの決めで終わることがただ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 だチャーで終わることが多いですね。これを覚えておきましょう。じゃあアスキーのフレーズなんですけど、ドンツドドンタタチチ、もうここもうずっとダウンアップをやり続けるんですね。でここずっとダウンアップがあります。でドンツとタンツとドンとタドドン、ドンツとタンツとドンとタドドン、これ裏裏、ここは裏表ですね。ここのハイハットとバスドラもうずっとこれがキープ。すっごい変な感じなんですけど、なんかねずっとこれねうまくできなくて1時間ぐらいやってたんですけど、かなりこう気持ちよくなってきて、まあ面白かったですね。でここはターンのところなんで、ここシンコペーションしてるでしょ。だからバスドラだけこう裏に行くんですけど、基本ほとんどこの8分の決めもやらないし、ほとんど無視ですね。でただあった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 のところは、ここのところは4裏のとこもやらずにタクチクって入ってきて、でつくつくタンつくつたすとタンつくどんつくタンつかつとんとたどどん、またこのパターンに戻ると。で2コラス、まあ1コラスでいいかなと思ったんですけど、2コラス目聞いてるとかっこよかったんで、結構ねアドリブで遊び倒してるんですけど、つたととタンつたどんとたどどん、でここスネア抜いてたりとかね、でどんどんタンタンつとんとタンつとつたすと、ここねどんどんタンタンツトンとツタスとツタスとタンツクダタントントトン、もうわけわからんですけど、もうここなんかこう遊んでるんですね。でツトンとタンツクツタスとタンツクどんどんタタスタスとトンタン、もうなんでこんなフレーズを叩いたんだろう。まあでも感覚で言ってるんでしょうね。だからこれ人のフレーズ叩くのが非常に難しくて、まあ面白かったですね。すごい勉強になりますね。どんどんタンツタストンとタトト、これまあさっきのパターンですね。でただここどんどんになってるところがなんかサビに行ったって感じがするんですかね。でライドでここで1段上げてて、どんどんタンつくツタトトタン、どんどんタンつくツタトトタン、でドンラトンドラロンタトンタチトトトツンタタタタドドドン、ここのベースとぴったり合うとかすげえんですけど、まあ、多分歌ってるんでしょうね。でここまでやってみました。このピーター・アスキーのちょっとテンポ落としてこのままで、ちょっとなんか1音2音濡れてるかもしれないですけど、やってみたいと思います。それでは聞いてみましょう。リズムパターンちょっと解析していきますね。まあチキチキでやっていってもこれ全部チキチキじゃなくてちょいちょい抜くといいんですけど、どんどんパンツトントントタドドン、ここスニアでやってましたけど、アースキーね。でアースキーこれライブバージョン見るとこれ全部バスドラでやってるんですよ。どんどんタンツトントントタドドンってやってるんですね。まあドンとパンドットドンパン、ベースはここウトトンってやってるのでこっちの方がハマるんじゃないかなと思って
ってるんですね。だから僕よくこのパターン叩いたり、でここのシンコペーションスニアに変えたりとかね、これ行ったり来たりっていうのは僕はあの他の動画でもやってるんですけど、よくやるんですね。でここのシンコペーションが難しい人はモドンツクタンツカドタドンタンのパターンでやっても全然構わないと思います。それで全部ハマるんでね、今ので。でドンドンタンツクタッドットジャーンのところはここは8分合わせます。でここを分割してタカトコタジャーンにしたり、手前をタタンタタンとこタカトコタジャーンにしたりとかするんですけど、肝はシンコペーションした後のタカトコタジャーンドンパンツドンドンパン、ここちゃんとシンコペーションの処理でね、ここの1の裏からちゃんと返ってくるっていうのが大事ですね。で決めの2のところはワンツースリーチャーのところに、タコトコチャーン、これがセットアップですね。よくやります。で6連でやったらこの足が入れれなかった場合はそのままここバスドラでクラッシュでジャーンってやってしまえばいいかなと。ただこれはアップの音なのでジャーンって言って次の音で落ちるみたいな感じにするとうまくいくと思います。でタダッタ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 ダはもうアースキン決めなかったですからね、この決め結構難しいんで、初心者でこのビッグバンドでやらされてる子はもう止まっちゃっていいと思います。もう原曲通りなんです私みたいな感じで言っちゃえばね。タダッタ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 ダはこれ右左左左左左右です。最初と最後だけが右で、でシンコペーション、シンコペーションしたらドンパンツドンドンパンと、このさっきと同じですね、シンコペーションの処理をちゃんとしましょうということですね。ここねちょうど右左左左左左右でいくと、この間3ストローク入れたりとかしますので、これちょっと入れたりとかしてやってみますね。それでは僕の、ちょっと演奏、僕はまあ適当に叩いた、これもやっぱ適当に叩くと一発できますね。はい、やってみました。で聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。ファンクセッションでも定番、ジャズでもまあちょいちょいやりますね。缶がいっぱいいたら結構楽しくなるんで、黒本にも載ってますからね、めちゃ長くなるから展開をいろいろできるようにしましょうね。だから展開、このタダッタ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 ダを、まあ、ブレイクしてしまってもいいし、決めてもいいし、3ストロークにしてもいいし、タムで降りたりとかしてもいいし、いろいろできるとか、あと例えばワンコーラス止まってしまうとかね、まあ、ワンコーラス、ツーコーラス止まってしまうとか、まあ、この人のソロの時はドラマいなくなって次の人のソロのところで帰ってくるとか、いろいろやるといいと思いますね。ただまあこうアースキンなんかの場合はもう本当にひたすらグルーブして相手のこうフレーズに対して思いついたこう展開をしていくみたいなのも全然かっこいいかなと思いますね。まあどちらにせよこの曲は非常によくやりますので、ぜひ覚えておきましょうということでした。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。